コジェド。兄弟同士が傷つき合うのも悲しいのに、縁もゆかりもない者どもにぶち殺されるのは、死んでも死にきれないほど怒りがこみ上がる。1。あれは私たちの祖国の一部ではありません。祖国の中の極地、ハゲタカまでが群れるという暗黒の島です。島を縦に鉄柵が走り、立ち入り禁止の札は島の人たちをして出口のない迷路へと追いやりました。南朝鮮のすべてがそうであるように、町は黒い建物によって形づけられ、幾重にも遮られた庭があり、部屋があり、ここに分かたれた人らがうずく黒い黒い屠殺場があるのです。2. ご覧なさい。荒めふ、新芽吹く春まだき。無数の足が草の根を分けて伸び、手足のもがれた胴体がそこここに巨大な虫のように這いつくばってるの。祖国を求めてあげたその手は、今その柵の上にあります。死んでも死にきれないままに、つかみどころのない祖国をまさぐって垂れています。米国製のライフル銃は、格子越しに見せられ、それを金網越しに母が見、妻が見、年端もいかない子らが見ているのです。住み慣れた郷土が十二門半の軍家で踏みにじられるとき、鼻の高い人間どもです。上まぶたの垂れた色毛の彼をです。3. 牢獄のあるところに同胞がおり、同胞がある以上、必ずおたけぶ血があり、生きる祖国があります。鉄柵の彼方に声は得立てずとも、いいえいいえ、あれは私たちの祖国の一部に間違いありません。今日、島に雨降り、ムクロに注ぎ、人屋に注ぎ、遠く霞む海に注いで、かくも多くの生命はすべての辺境に報復の歌を注ぎます。島の血潮が絶え尽きてなるものでしょうか。地下に染みて源泉となるとき、飢えた同胞の喉を潤すとき、死者は生きるのです。民族は生きるのです。